実は知らない音大にただで入学できる方法。おかえりおちゃん。ただいま。この前親戚の集まりがあったんよ、はい、でいとこがさ音大に行きたいって言い出して、はい、めっちゃお金かかるやん。そうね、私何て言ったらよかったんだろうと思って。これを言っていいのか僕は分からないですけど、なになになに、音大はお金かかるのは本当です、うん、ただアメリカは返さなくていい奨学金が外国人でも出ます。どういうこと？ただで行けるってこと？行けます。どういうこと？どういうこと？全然ただで行けます。いわゆる特待生で行けるんで、うんうん、そうすると授業料払わなくていいから。生活費が必要だったり、生活費は他に日本の財団で申請すれば出るところもあるし、うんうん、それで全然行けるから、実はお金かからなくて、しかも返さなくていい奨学金が外国人でもある。この事実をみんな知ってるかどうかの違いだと思う。誰も知らないんじゃない。でもこれ僕今日言っちゃったんで。言っちゃったね。日本の偉い先生に怒られる可能性あるお前何言ってんだよって。はい、でもしょうがないです、事実なんで、私のいとこに教えてあげないと。ぜひ分かった、ありがとう、はい。